まず現状ですけれども、ボイラーが壊れてまして、全く使えない状況になっています。ですから、そういう意味ではボイラーをしっかり直してですね、この、銭湯という利用の形態になりますけれども、お湯が供給できるような形に直さなければいけないというのが一つ。でさらに、今回は地方創生の予算でいただきましたので、これからの、地域の拠点として、活用していただけるような形にしていきたいと思います。実はもうすでに地域の方々とはどういう利用形態でこれから使うかということでですね、お話し合いを持つ機会を持っておりますが、地域の方々の意見を聞きながら、例えば交流するための休憩所とか、そのあるいはこう伝統の食をこう作るというような流しといえばあれですけれども、そういうものをですね、作ったりだとか、キッチンだとか、そういうものを作ったりだとか、そういうことについて、今検討しているということでございます。で、総括としては、これは思っていたよりも募集というか応募が多かったなということはあります。ただその中でも採用ということでいけば、1名ということでしたので、5名採用したかったところなんですが、そういうことになってしまったのは少し残念だったなという思いはあります。ただ無理やり取る話でもないので、これからも継続的に実施をし、必要な人材を確保していく枠組みとしては、大変いい形になっていくんじゃないかなというふうに期待をしています。まず NIE についてでありますけれども、これは、小学校5年生以上中学生まで、の全クラスに配布することになります。今我々、の政策大綱、教育政策大綱の中で上面一番地に位置づけているのが学力の向上であります。学力の向上をどういうアプローチでするのかということ、さまざまあると思いますが、一つはやはりアクティブラーニングということだと思っています。それからやはり読解力の向上だというふうに思っておりますので、その2つがこの NIE によって達成できるというふうに考えておりますので、この全市的な取り組みによって、子どもたちの学力の向上を期待をしているところであります。それから庁舎の移転でありますが、これは今現在のその大畑庁舎年間3000万程度です、これ維持費がかかっていることになります。でこれは我々としても非常にこう、もちろん単品になりますので重い負担であるということが一つで、それから、庁舎自体が古いので、来庁していただく市民の皆様にとっても、大変ですね、不便をおかけしているというふうなことで認識をしています。そういうな観点から、今回、隣接地帯にあるですね、大畑小学校の空き教室の方に移転をするとこういうことになりますけれども、我々としては一つは、狙いというか、期待の一つとしてはやはりそういったファシリティマネジメントというんでしょうか、そういう部分で既存の施設を有効利用するという形の、モデル的な事業になりますので、今後ですね、むつ市で事業を考えていく際には大きなチャレンジになるのかなというふうに思っています。でまた当然ながらこれからその移転することによって財政的な負担が軽減され、そして市民の皆様にも利用しやすい庁舎になっているというふうに考えていますので、その辺を期待しているというふうに考えています。まず全体像としては今むつ市内に、これは実はですね、正確なデータがないんですが2400名ということで認知症の方がいらっしゃるというふうにこう言われております。でこの数自体は増えることはあっても減ることがないということですので、この認知症の方々をどのような形で社会、むつ市全体として守っていくのかと、見守っていくのかということが大きな課題になっています。
でまずはやはり、まあ、本人そして家族ということがこう一義的には責任があるわけですけれども、ただその認知症の方々も社会生活をもちろん営んでいくということも必要になりますし、一言で認知症といってもですね、これはかなり幅があるわけです。まあ、ですからそういう意味で全体像としてどういうふうなこう位置づけかといいますと、全体としてどういうふうに考えているかというと、まあ、市としてはやはりこう外に出て社会生活を営むような認知症の方をこう見守っていく、社会でむつ市全体として見守っていく体制をやはり取っていきたい。まあ、そのためにまずは前回の認知症サポート事業所ということで、認知症の方々に対する正しい知識をまずみんなで持ちましょうと。でそのネットワークを広げましょうということです。で次は今も高齢者の見守りネットワークが できてますから、できてますというかもう始めてますから、その中で認知症っていうことを一つこう入れてもらって、でさらにその本当に困っている人たちを通報してもらうようなそういう仕組みを作りましょうというのが、まあ、今回であります。まあ、いずれにしてもですね、認知症の方々に、まあ、高齢者の方々を認知症の方々を含む高齢者の方々に優しい街づくりというか、まあ、そういうのを目指していきたい。で、定例記者会見を終了いたします。大変お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。